雲井寺は中華人民共和国北京一房山区の白帯山の西南独に位置する寺院である。別名を西域寺とも称している。旧来の建築物は日中戦争時期に破壊され、わずかに東数座と増強道中の設計を残すのみであった。1961年に雲井寺島と設計が第一非国家重点文物保護単位に指定された。 雲井寺は、随代の高層生が建立した寺で、山徳沿いに建築物が建立された。生は、南北朝の廃物中に、多くの仏教が破壊されたが、石国の仏教の多くは、破壊を免れたことを教訓に、山上に石をのみって石室を作り、設計を作成し仏教を保存した。当の改元年間と領代に、国業活動は、最盛期を迎え、 東大には幻想によって、海元大造教が雲井寺に可視され、国行の定本とされた。領大には、吉丹像を定本とした、国行が行われた。京では、その双方の大造教が暴一したため、雲井寺の設計は、その他の半本と交換する際の一時資料とされている。国行が、盛んに行われ、領大には、造教堂に設計を収容しきれない状況となった。 ため、山六に別の石室を勝ち、設計を安置した。国業活動は秋夜まで継続され、国作りされた設計は、計14,278枚に及んでいる。設計のほか東大の塔が七座、両大の塔が五座残されている。1981年11月27日、増強道の中の大陰道の修復を進行中に、 一つの塔箱を発見し、その中から二かのおくるみの肉みシャリとされるものを発見した。1999年、雲井寺所蔵の料金設計は保護処置を完了し、すべてまた地中に埋め戻された。1110年と近代の1160年の碑文により、1992年に混流された釈迦仏シャリ塔であることがわかる。八角六層の塔で、 南方の千戸寺の塔を、南塔、雲井寺の塔を北塔と呼んでいた。ありがとうございます。